トリッキー・スチュワートはアメリカ合衆国イリノイ州出身の音楽プロデューサー。主に R&B やポップミュージックを制作している。音楽プロデューサーのザ・ドリームと共に数々のヒット曲を生み出したことで知られている。1999年、スチュワートがプロデュースしたテ t マネーのフー・ o ット・フィーチャリング・ソーレが全米5位のヒットを記録する。2003年、 プロデュースしたブリトニー・スピアーズのミー・アゲンスト・ザ・ミュージック・フィーチャリング・マドンナがイギリス、カナダ、オーストラリアなど世界各国で1位を記録し、スチュワートにとって初めての世界的ヒット曲となる。2007年、プロデュースしたリアーナのアンブレラ・フィーチャリング・ジェイジーがアメリカを含む世界各国で1位を記録し、スチュワートにとって初の全米ナンバーワンヒットとなった。 第50回グラミー賞では、ベストラップ、サングコラボレーション賞を受賞、さらにレコードオブザイヤー賞、ソングオブザイヤー賞の2部門にもノミネートされた。2008年、プロデュースしたビヨンセのシングルレディース、マライア・キャリーのタッチ・マイ・ボディが全米1位を記録する。2010年、プロデュースしたジャスティン・ビーバーのベイビーが世界規模のヒット曲となる。 プロダクション参加作品一覧は、英語版、EN、トリッキー・スチュワート・ディスコグラフィーを参照以下はセールス、または、批評的に成功した作品を抜粋したもの。ありがとうございます。